例えば高齢者の集団自決、はい、集団切腹しかないというのはですね、うん、実はある面で見るとどういう人たちに訴えようとしているかというと、はい、自分たちは見捨てられているという感じを持ってる若い世代の人が非常に多い、うんうん、そういう人たちにとっては誰でもいいからやっつける対象があればいいというふうに響いていくですからやっぱりそういう人たちと一緒に 新しい社会を作っていくという地についた動きがないと。なるほど。そういういった言説ばかりがどんどん壊機になっていって、はい。彼らはどん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 孤立してそういく、ね、高齢者、はい、ことになっていくといことです、ね。高齢者を大事に変えても変わらないですから、ね。こういう発想は、ねだ。だから大量に人が死んでる。優生思想だから非常に問題だと思うんですよね。で、これ言ってる成田裕介氏という人はイェール大学の助教ですから。うん 彼は2019年ぐらいからねあのネット上で分析されてますけどもその時から社会保障費のことについての議論をしている場所で、まあ、正直そのことは考えたくないんだと若干自分の母親の話を持ち出してるんですけれど、うん、彼中学の時にお父様が、まあ、あの蒸発されていなくなって自分を支えて2人の あの兄弟を支えたお母さんが障害者になってしまって毎日死にたいというメールを送ってきてるとこういうふうになってくると高齢者っていうのは最終的には三島さんの例なんかも持ち出しながら集団自決すればいいみたいなことをもう2019年の段階から言っていてある種こう比喩なのかなっていうことも言われたただ今のいろいろな政策の失敗をことしてこういう敵を作るのにはすごくうまい現実ですね。 だからこういう言説がはびこるのは実はそういう言説が生える土壌になる生活の現実がある,があるその現実に飛び込んで一緒にやろうというのはの箱舟じゃないけれども動きがなないい限りフィードバックは生まれないな厚,労厚労省がちゃんとやってるかって言ったら厚労省の全世代型社会保障っていうのは実は影の後ろで世代間対立を。 煽ってるる面があるわけで自分たちは,社会保障の総額は変わらないと、ねうん、年寄りばっかり金をかかってるけど若い人に金なきゃいけないみたいなね,ねなんかあなたたちのやってることが結果そういうことを、うん、あの作り出してんだろうって思うけど私はでもちょっと不満に思ってる人たちにたとってはあの形を変えていろんなそういうあの新しいタイプのそういう差別的な。 だけどずっと例えばこの就職氷河期とか言われたり経済成長がないのが30年も続けばそれはそういう言説が支配的になるのは当たり前にして世界的でどこでもあのイギリスの凋落の時でもありいろんなそういう時にもこういう言説っていうのはいくらでも出てきましたしそうそう。 こういう言説が出てぶっ壊せばよくなると言うけれどもぶっ壊したらもっとヒットがくるだけだから別にヒットラーが出てくるのも、うん、安倍晋三が復活するのもダメになった社会では当たり前に見られる現象だ、うん、これで悪くなればなるほど依存するのは統一教会であり原発でありさらに防衛費でありプーチンにすがっていくというようなものになっていく。だからそういうい意味での 実際にじゃあそれに代わる世界を見てこう動こうという動きを自分たちの周りで作ってる人がいるかいないかそれで突破していく軸ができないとのの上での批判だけでは動かないだから自分で何かを解決するっていうことがノアの箱舟なんですよ。さっきみたいに正常化バイアスで 何とかかやってないつか戻るってていつ戻る何もしないわけですよもう一つはよくあるのはカタストロフが来んだったら早く来ちゃった方が立ち直りが早いそんなことはなくてカタストロフがあればヒッ <laughs> ヒトラーも出てくるようなもっと悪いことが起きるじゃあ脱成長なんという形で何も成長しないで待ってればいいんだみたいなねああいうのも結局動いてないから結局うまくいかないわけですよ。そこであの小が言ってるのは 今現にあるところで「ノアの箱舟」っていうのはアクションアクション,アクションをとってどういう社会を自分の足場のところで作るかっていうそこのところがないと民主主義の基本の基礎がね基盤みたいなものがどんどん失われていっちゃうんじゃないかっていうとるのある人とかとか一緒に動くようううなな動きになってるかどうかどそうね。 だから何を解決しようとして自分が動いてるのかということが例えば成田さんがこう言って老人が集団自殺して何かいいことが起こると思われますかそうですよね,ね本当ですよね<ー>ますますラーメンな<や>、うん、そうですよ、ね、いやいやもうすでに起きてるでしょう、うん、コロナで、うん、そういうこと逆にねでもこういうことがまあ日本のメディアの特に大手メディアこれ日経新聞とかなんですけれどテレ東とか部山だからあの テレビ朝日でもあり TBS もすごいこの人を出していて朝日新聞もコメンテーターに使っていて明らかな優勢思想を語ってる人をメディアがあの今の現代のメディアが日本のメディアがこれだけもたやして使っていて広げて,るっているううをどう思われるすか現実のだからそこで見捨てられてると思ってる人たちの現実がなくならない限り闇サイトに応募する人がいっぱいいれば。 やっぱり闇サイトでの暴力は成り立っちゃうわけですですからそこの貧困の問題なり格差の問題なりを見ていかないとじゃあ実際に格差を作ってるのは誰で、うん、一体その今のを設けてるの昨日も見ていたらそのまんま東が中小企業で暴告していると政治が中小企業に引っ張られて生産性の低い中小企業が日本を暴告されてるみたいな議論をやってるわけですよ。 そういういい議論はくくらでも出てくるそれに対して実際に生活をじゃあ良くするための働きをどこの地域でどういうふうに作る動きがあるかどういう例えば地産地消でもいいしエネルギーの産生でもいいしがんに対する療養でもいいし仕事の場を作ってくれるか研究の場を作ってくれるか教育のチャンスを生み出してくれるか障害者のために活躍できる場があるか。 そういうものを作らないとやっぱりフィードバックをこう組み合わせて作っていく方にも動かない,ないだから自分が一体どこで社会の役に立つかというメッセージを明確に持った人が増えていかない限り社会が変わらない社会のために動こうという今の状況はもう分断が激しいわけですよ、うん、コロナ見れば若い人は動いてほしい動く自由に動きたい。でも きちんとした対策がなければ高齢者がどんどん死んでいくでしょだから今円安がどんどん進めば大手企業で輸出を稼いでる企業はベラボーに儲かるわけだけどそれを原材料として国内に売ってる中小企業は苦しくて苦しくてしょうがないわけじゃないですかその時にこの分断をどうやって克服しながら今苦しい人たちをどうやって作っていくのかあるいはそれをどうやって共にね克服していくのかっていうアクション これが大事になってくるんだと児、うん、玉さんがその世田谷でやられてることとかそういうのもやっぱりそういった一つのノアの箱舟というか地域の中でやっていくということの一つの取り組みでもあるわけです、ねはいはい、私もですから例えば南相馬市の環境回復委員長というのをずーっとやってまして、うん、来年もまたやってくれっての昨日言われてましたけど国見山っていうところを除染したり。 だからこういろいろな原発の地域に行くと風評被害でひどいっていうことを言う人はいっぱいいるんですが現実に放射線被害が残ってるのを全部風評被害というふうに言い換えているだけど風評被害も実際にあるんですよもうすごく苦労しているそしたら風評被害がダメだというだけではなしに現実にきれいにしていく時をじゃあ一体森林をどうするのかということで。 まあだから南相馬市だとずっと国見山という一つのモデルの地域を作ってもう浜通りを全体を見渡せるところをやろうとしてそこにライブカメラもよ置いてだから僕は毎朝のように国見山から。 素晴らしいそうすると文化財なんですよもう<ー>日の出が全部見えるライブカメラを置いてあの太陽光の発電だけど冬場はちょっと物りの悪い日もあるんですがうん、うん、それで次はじゃあ国見山のがいろいろ軌道に乗ってきたら次は川をやろうってうんでキャンプ場をやろうとか、うん、一歩一歩現実にそこの土地の人と寄り添ってやっていくのをずっとやっていくとその人たちが現実に動き出すそれがないとやっぱり駄目ですよね。うん だからコロナの PCR でもコロナの抗原検査でもそういうのを作ろうといったらやり出していくことをやって成功を収めないとダメで論文に書かないとダメで早く言い絞っても文句言われても何としても研究者としてやっぱり論文にして出していって言説を言わないといけないそうやっているとウイルスの変動がすごくよく見えてくる言説に関わっていくと変わるものが見えてくるだからそういう意味での動ける場所を作っていかないと。 やっぱり自分たちが社会の何の役に立つかという議論をやらないと成田さんとネットの上で言説をやってもそれは本当の問題がどこにあるのか成田さんの言ってることをやったらもっとひどいことになるだけというのが目に見えるようにならないとやっぱり本当の批判にはならないと思いますあの。がが一つ大大事ななのは構造的に大きき変化が起きていると でこれは非常に苦しい問題がこう集約するような形になってこれを実際に被害を被ってる人たちをあの巻き込みながらどうやって反転できるかっていうのを一つ一つこうあの組み立てていくことによって新しい安定的な社会を次に作っていくっていうね、うん、結局解決問題を解決するためにその現場なり何なりに動いて。 でそこメディアは本当本来のメディアはそういうことをやってる人たちを励ましていく、うん、そういう動きを作っていかないと新しい社会が生まれな、うんね、いれ。<が>